どうも天使向井です。さあ始まりました声優さんとザイオンス、この番組は同じ人に会えばどんどん親しくなるというザイオンス効果を使い、初めと終わりの印象を語っていこうという番組でございます。シーズン2、4回目、この方来ていただいております。どうぞ。はい、この方です。武田ラリサタゴです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、もうこの方紹介もね、もう慣れてきたもんだなという。もう自分でこの方って言っていくスタイルが板についてきてしまいました。そうですね、やめておきたいなって言うんだったらこの方ですって言わないんですけど、どうかなと思いまして。あ、どっちでも、どうでも、どっちでも、あ、どう、まあまあ別になんとなくやってるということで。なんとなくやってますね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、お昼ご飯を食べた後でございまして、はい、なんと、はい、本日のお昼ご飯は向井さんがご用意くださったでいいんですか、ね、あ、そうですね、はい。なんと私が1回2回かで行ったお肉がちゃんと出まして、はい、そうですね。なんだったら LINE でちゃんと聞き直してくださいまして結局よくわからなかったんですけど、つまり何が好きなんでしょうかみたいな整理するあの確認の LINE をいただきまして、そうです、ま、端的に言うとお肉ですみたいなことを返したらちゃんとお肉を出してくださいまして、はい、いやいや、それもね、ありがたいです。やっぱね、美味しいもんね、好きなもん食べるとテンションも上がりますから、はい、いや、もう上がりすぎて、はい、一回上がって今眠くなってきました。チールアウト。いや、ダメですよ、眠なっちゃう。チルタイムに入ってしまいました。いやでもね、僕も今ツッコミに歯切れがなかったと思いますけども、僕もめちゃくちゃ眠いです。あ、シルク行きましょう、4回目ですからね、はい、スタジオの端で横になってました寝てたんですか結構短い休憩でしたけどもうとりあえず横になってやろうぐらいの感じで、はい、じゃあ一回ちょっとうたたうたたしながらあんまりないですけどね、本番中寝るっていうのはねなかなかうん、まあいいな、一回ぐらいいいんじゃないですか、長い歴史の中で寝る配信、寝る配信。いや確かに本番中めっちゃ眠なることはないわけじゃないんですよ、はい、正直ね。あ、そうなんだ。うん、過去なん、あの、要はこの1対1で眠くなるとかは、うん、まあさすがにないですけど、うん、でもこのひな壇みたいな、昔でいう30人ぐらいいて、はいはい、自分の番全然回ってけえへんみたいな。確かに、はい、1人1分で済ませても30分に一度喋るかどうかみたいな。そう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 、っていう時にがぜん眠い時ありますよね。いや、それは眠いですね、確かに、はい、でも寝たことはまだない。ないとは思いますけど、でももしかしたらもうどっかのテレビ局にはもうこんなになって、うん、やばい、証拠映像があるかもしれない、残ってるかもしれない、わかんないですけど、向かいワークスに残しましょう、この映像私がもうウィスパーで喋って、はい、過去一コアなオタク向けの配信になるっていう。いやいや、怖すぎません、はい、向井睡眠、武田さんウィスパーの配信睡眠導入動画いやさすが向井ワークスってなりますかね、いろいろやっては聞いてます。私そんな普段あまりあざとい配信してないんでここでぐらいはあざとく言ってもいいかもしれない。そう、ね、そう、だからこういうね、アイデアマンなとこあるじゃないですか、武田さんでも。おー、そうですね、ね、うん、なんかいろいろなんかこういうのやってみたいみたいな、やっぱある、うん、バババッと出てくるんですよね、多分ね。そうですね、なんかはい今出してとかじゃないんですけど、うん、なんか生きてる中で、あ、これ面白そうだなみたいな、うん、のポンって出てきますね。なんか今思ったのは、向井さん今どれぐらいメイクされてます？僕ですか？僕は基本今ノーメイクですね、はい、あ、ノーメイクなんですね、はい、うん、向井さんに私の普段のメイクを施したらどうなるのかみたいな女性声優のメイク術はどこまでその人のポテンシャルを引き上げるのかみたいな。向井ワークスで、向井ワークスで、あー、でもおもろいかもですね。いや、そうですよね、うん、なんか普通のメイクと多分ちょっと違って、そうなん、まあ、女優さんとかもそうだと思うんですけど、うん、生身で見たらちょっと濃いんですよね、多分。あ、盛りすぎなぐらい盛ってカメラで見たらナチュラルメイクみたいなのをちょっと向井さんにも体感してもらうっていう。俺がもうバッキバキの、バッキバキの、まあ、カメラで見たら多分ナチュラル向井さんみたいになると思うんですけど。いやいや、もう俺なんてなるわけないじゃないですか普段ノーメイクなんだからナチュラルメイクなわけないんですよ。今日も向井ちょっと可愛いじゃないか、いやいやいや見てる方がね、トゥンクってなりますかねこれで
いやでもな、どれぐらいできるんだろう。1時間かけてますからね普段。人前に出る時のメイクって、武田さん自身もそうだし、はい、まあでも普通女性ってそれぐらい時間かけるもんですよね。いやそうなんですよ、多分、ね、多分私じゃなくてもね、みんななんか入り時間とか1時間ぐらいの余白を設けて、うん、この時間でメイクしますみたいな、あります、タイムスケジュールで組まれてると思うんですけど、はいはいはい、それを一旦見てもらうって1時間スペシャルいやいやいや、それどこでじゃあメイク終わりました、はい OK ですってこと。そうです、いやいやいや、あんまなくないですか。今日の配信終わりです珍しい。いやでも確かに僕たまにね、はい、メイクもしてもらいますけど、でもその何が違うかとかメイクにこだわりが全くないんですよ、うん、あーそうなんですね。はい、全然しないですか、テレビの時とかも。自分ではしないですよ、そのほんましてもらいますけど、別にもう適当にどうぞみたいな、はい、もう全然、ね、こだわりとかありまへんねんやって言ってますから。じゃあ女性声優風にしてくださいって言ったことはない。やべえですからねそんな指示が来たらね、女性声優風ってなりますからねそれは言ってないです。ちょっと一度やってみましょう、女性声優風。まあ女性声優風というか武田ラリサタゴ風。あーなるほど、マスカラとか塗ってね。ほらもうだって僕ね、その化粧品もなんとなく名前わかりますけど、はい、本当にクリティカルで何をするかっていうのを説明できるかどうかもわかんないです。マスカラはまつげが太くなったりするやつですねそうですよ、そうでしょ、そうでしょ、それぐらいはそうやってなんか徐々に詰めていくしかわかんないみたいな。そう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 これですとは言えないかなというぐらい、じゃあ私が逐一説明しながら。結構なんか、まあ、画面で見てる方も割とそれぐらいの人が多いんじゃないかなって思うんですよ、うん、メイクってね、男性の人って、うんうん、何がそんなちゃうねんとか、そうファンデってなんでそんないっぱいあるねんみたいな、粉タイプとそうこのリキッドタイプ、まあ、リキッドタイプっていう言葉すら知らない人の方が多いのかな、うんうん、なんやねんみたいなの。リキッドタイプっていうのは何でんの。液体でんのな液体でっしゃろ、液体でっしゃろ、そんなもんそんなもん液体でっしゃろあー分かんないもんなでもその企画自体なんか YouTube っぽい感じもしますよね。確かに、うん、ちょっと最近自分でね YouTube を始めたりしたんで若干 YouTube 脳になってるかもしれないですねYouTube のねコラボもいいかもしれないですけどね。確かに、あその武田さんの多分世界観があるから僕とコラボっていうのがいいのかどうか分かんないです。あいいと思います。本当ですか。はい、え出てくださるんですか。全然全然よっと、ちょっと打診しますそうな、何をするか知りませんよ。そのなんていうんですか、向井の家を水浸しにしてみたみたいなのは嫌ですよそんなコラボは嫌ですけど。ダメですか。やりたいんか実写コラボ嫌ですが、そうでもなんかできることはありそうですよね。そうですね、うん、向井さんサイドからなんかこう3回4回と重ねてきて、なんか武田さんとこれできそうだなみたいなのありますか。あでもやっぱり武田さんはなんかクリエイティブな、それこそ企画もそうだし、はい、なんかお互いこんな企画どうですかっていう、あのなんか試してみたい企画みたいなのを持ってきて、ここでやってみてあよかったなとかこれはやっぱやんない方がいいんだなとかいいなみたいなその作戦会議みたいなのとかは面白そうですよね。確かにいいかもしれない。うんうんうん、リストアップしてきて、はい、こういうのやってみたいと思うんですけど一個一個みたいなのもありますよね。あー楽しそうですね、うん、ちょっと何かやりたいですね、この二人ならではみたいな。そう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 、12回までこの二人ならではっていうのも会議で出てくる単語ですもんねこの二人ならではのね何かをねみたいなやってみたいですね、はい、いいですね企画会議、うん、ちょっとそういう回もあってもいいかもですね。はい、うんうん、そうかこれ動画だから別にメイクに1時間かかってもいいんだ。いいですよ全然、カットカットしてちょっと作業増えますけど、でもまあまあ全然ありえるんじゃないですか。ほー、うん、提案しておきます考えておくということ。キュルンキュルンの向かいな。わかりました。ちょっとねそんな、これから一体どんな企画が行われるのか楽しみにしていただければと思います、はい、さあこんな感じで始めていきます。本日もどうぞよろしくお願いします。